まあ、あの特に初代がですねみんな日系人だということでですね、うん、やはり日系人が現地でも信用され、うん、それから日本人の親を持ってですね、はい、それで、えー、非常にこの教育もよくされてこういう全体に尽くそうというね、うん、志も強かったというふうに思えるわけですね。はい、まずミクロネシア連邦のですね初代大統領ですね。はい 年尾中山さんという方なんですね。で昭和6年生まれと。はい、で、父親は横浜出身の日本人でですね、母親はあトラック諸島のあ北西離島、ウルル島の州長の娘ですね。あ<ー> <laughs> そうでしたか。えー で、昭和20年にですね、日本人の父親は帰国させられたんですね。ああで,すねですから、母親と子供たちだけが残されたと。で、この敏夫さんはですね、まあ、米軍も一応学校を作ったんですけども、当初は満員でですね、窓の外で <laughs> 講義を聞いてたってうんですね。そ,すそれでも成績抜群で中学校の教員を経て、信託統地政府の職員になったと。うん、で、信託当地政府が提供する小学生プログラムに応募して、合格してハワイ大学に入学しましたと。うん しかしそのパスポートを見るとですね、自分は日本人だと思ってたら、日本、そのパスポートには無国籍と書いてあった。えー、国籍がないわけですよね。それでショックを受けてですね、やっぱりミクロネシアというのは国家でなければならないと<ー>で。この手で国家建設を目指そうというふうに心に誓ってですね。やはりアメリカの言いなりになるではなくて、自分たち自身の国を作るには、自ら政治家にならなければならないというふうに決意したっていうんですね。 で、ここでですね、えー、1957年にトラック諸島に地区議会が設置されて、その翌年には選挙が行われることになったと。うんうん、で、この年夫さんはですね、急遽ハワイから帰ってですね、立候補して、圧倒的多数で当選したと。うん、で、27歳の若き政治家が誕生したと。 まあ、あの本人は結構、僕とつとしてですね、あの弁舌爽やかとかいうようなことじゃなくて、結構、内気な人だったらしいんですけども。あそうなんですか <laughs> でも結構、やっぱり信用があったんでしょうね、僕とつとしてね。うこういうところはなんか、日本人的な感じがありますよね、うんえー。父との再会でですね、日本に帰っていた父と再会しましたと。この時三30歳となった1961年にですね、国連の議会に派遣されることになって、日本に立ち寄ったと。うんうんはい で、この時、東京でですね、あのー、警官の助けを得て父親を探しやってたと。ところが、父親はですね、体を壊してて、経済的にも非常に苦しい生活をしてたらしいんですね。そうだったんです、ね、で、体調を整えて、仕事の区切りをつけたらトラックに帰ると。という約束してくれたって言うんですね。はい、で、1971年ですね、ちょうど10年後に父親が戻って、で、年上の息子を娘たちですね、孫たちに囲まれて、穏やかな寄生を送ることができたと。 ね非常に親孝行な人でもありますよね。で,ねで、ここからですね、独立して初代大統領になっていくわけですね。1965年にはミクロネシア全域をカバーする上下両院からなる議会が設置されたと。年はトラック地区から立候補して当選しましたと。はい、で、その後も当選を繰り返してですね、3期目からは上院議長に選出されたと。で、行政府は、あの、米人がやってますからね。 で、ですから、議会の長、上院議長ということは、現地人のトップだったということですね。うん、で1979年にはですね、年尾のリーダーシップで、 ミクロネシア連邦自治政府ができたんですね。はい、正式な国家じゃないですけど。で、そのまま初代大統領になりましたと。アメリカとの交渉を続けてですね、1986年には正式な独立国へと移行しましたと。ということですから、この人が本当に一人で。いや、頑張りましたね。えー、大統領に、えー、なって、独立を達成したということなんですね。大変な努力が必要で,したでしちなみにこの大統領府がこれらしくてですね、はい、ちょっとまあ3層ぐらいの感じのね。<laughs> 非常に質素なものですね。うんうん でここで皇太子同妃両殿下に配圧したということで、うん、昭和59年ですね東宮御書において皇太子同妃両殿下に配圧したとでその時こういうふうに言ってますね、はい、殿下非殿下とも日系人である我々に対する思いやりにも深いものがありました皇太子殿下非殿下にお会いできたことは私たちの生涯で最大の栄誉でした両殿下は 島の人々の暮らしぶりや日系人のことにとてもご関心が高く、いろいろ質問されました。これまで一生懸命頑張ってきて本当によかった。というふうに書いてありますね。はい。こういうふうにですね、えー、ミクロネシア連邦の独立に非常に貢献したんですけども、実はですね、日系人の大統領のは他にはいっぱいいましたね。で、マリアナ諸島を含めてですね、全体で20万人の約2割が日系だというふうに。そうですか。 で、このミクロネシア連邦はですね、初代のト夫中山大統領ですね。うんうん、はい。それから、エマニュエル・モリ、うん、モリ・コベンの子孫ですね。そう。第7代大統領ですね。<laughs> はい。それから、パラオもですね、ハルオ・レメリクという人が初代大統領で。ハルオさんとおっしゃるぐらいだから、そう,ね、あそうでしょうね、はい。で、第4代がトーマス・レメンゲソーという人ですね。うんうん この人はちょっと名前も顔も現地人っぽいですからね。そうですね。まあ混血ですからどちら側が出てくるかによるんですけどね。第6代が国尾中村大統領。この人は名前も顔も日本人みたいですけどね。そうですね。中村国夫さんですね。<laughs> それからマーシャル諸島もですね、初代大統領がアマタオ・カブア。はい。第3代がケサイノート。うん,うん。ということでですね、これで見るとね、なんか、 大統領の半分がなんか日系人という感じですね。そうですね。すごい。まあ、あの、特に初代がですね、みんな日系人だと。いうことでですね、やはり日系人が現地でも信用され、それから日本人の親をもってですね、はい。それで、えー、非常にこの教育もよくされて、こういう全体に尽くそうというね、志も強かったというふうに思えるわけですね。はい、うん。そういう意味でこの日本人の血がですね、現地の人たちの、えー、自立に、 非常に貢献しているということが伺えるわけですね。うんはい、太平洋が太平であるために、に移るわけですけども、ね、アメリカは、まあ、あの、補助金を与えてですね、米軍の駐留を受け入れさせていると。中国はいろんなまた経済的な手出しをしていると。いうことで、うん、このミクロネシア参加国がですね、一つの米中のつばぜり合いの場に、ね、なってるわけですね。で、ここでミクロネシアがですね、もし中国の経済的圧力に負けて、例えば選挙でアメリカ出てけとか言ってね、うん なって、これが中国の勢力下に入ったら、日本もフィリピンも、みんなもうオーストラリアも、みんな大変なことになりますよね。うん、ということで,ですね、これはあの、日本にとってもね、非常に大重要な地域なんですね。そういうことを防ぐためにはですね、やっぱりミクロネシア諸国が自力で繁栄する自由民主主義国家として成長することが非常に大事ですよ、と。うん、ですから、あの、中国の経済的圧力とか、 あの賄賂なんかに負けないようなうん、うん、あ立派な国になってもらわないといけないと。はい、でそういうためにはですねアメリカみたいに補助金だけやってますということじゃダメなんですよね。うんうん、やっぱり我々の先人が行ったですね人材開発経済開発、うん、これがやっぱり制度なんですよね。はい、まあ今はあのお互いに独立国家ですけども、まあ、いろんな形でこのミクロネシア3カ国はですね どどんどん成長するように支援していくとうん、うん、でまあそれから向こうの人たちは日本に対して非常に親理的な感情を持ってくれてますからうん、うん、日本ほどこそこ,うこの地で頑張ってですね、うん、<laughs> 自力で繁栄する自由民主主義国家に育ってもらうように助けないといけないというふうに思うわけですね,うん、うん、ですね全く知らなかった方もいらっしゃるかもしれませんけどこれをねいにねあの興味を持っていただきたいですよね。そうですねはい いかか。がでしたか良いと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価是非ともお願いいたします。